まだな、日が昇ってないな。え、まだやる？なんで一回バラバラにすんねん。行くで。事件発生した。はい。思わぬ事件が。ワクワクしすぎて寝られへん。めっちゃ怖かったよね。パパーンって。起きろ。遠足や。え？6時15分。いい子、おはよう。今日はそうですか？はい、これです。黒が似合うかなと思って。え？黒が似合うかなと思って。黒？バッグ。ああ、黒いカバンに？ナイキ。うん。似合うかなって。なるほど。大地は？今日はこれ？マイクラパジャマ？ランドセルに合うかなって。違う。かわいい。かわちい。この生地めっちゃいい。洗濯機を乗せ。今回しちゃう。うわ、爆発する洗濯機が。わあ。いつもさ、あのな、先生とかにな、髪起きたりいつもこんなんなんって言われるけど、全然違う。そんなわけあるかいって。な、そんなわけあるかいって。突っ込めないんや。外真っ黒や。まだな、日が昇ってないな。え？まだやる？朝です。じゃあなんで？浅すぎる朝です。というわけで今日は小春さんの校外学習、はい、いわゆる遠足、顔かぶってる、なんで YouTube してんの。なのでいつもより早起き、外はまだ真っ暗。ママはお弁当作り頑張ってる。はいはい。どこ行くの？にふれる？にふれるはこっちか。どこ行くの？警察署。え？大きい。え？あの小春の住んでる県で一番大きい警察署。あと県庁。県庁って何？わかんない。これ社会の。へえ。あとはプラネタリウム。プラネタリウム？寝てまうで。あ、45分か。絶対寝るで。雪降ってんの？降ってない。雪、え？降ってない？うん、下に降ってる。降ってないんかい。ちょっとだけ積もってる。あれ、タラコパスタ好きやったっけ？大好き、大好き。大好き、聞いてない。ロー、行くで。事件発生した。はい。思わぬ事件が。はい。早起きしすぎた。まあ、CG よ。行くで。時間に余裕がありすぎた。逃げて。え？うん。剣先にぶっ刺すことが、あー入った。最近なんか練習してはる。そんな回転させんでも。回転してたから今外れたんやわ。回転したら、回転してるからこういう気に。いや、そんなに頼らずにやってみんやって。何してんねんジーコ。ほら、めっちゃ回るやろな。おお、可愛らしいのができました。ラップが切れたようです。ジーコ、なんか来た。水を入れる。まあ、でーす。なんで一回バラバラにすんねん。うん、食べへんのかい。なんやねん今の。行こう。一発目のこれ何？なんで？誰か分かる人教えて。ここにのウインナー食べよう。はやくない。はい。大地、遠足っていいな。うん。大地も行きたいな。大地はいつ行けんねやろな、遠足な。小春さ、
秋あってさ、冬まで、ね、次どこやるの。もうね、実は昨日の夜眠れなかったよな。ワクワクしすぎて寝られへん。めっちゃ遅かったよね。パパーって言ってたよ。9時半え何時なの。10時前ぐらい。あんた何時みんな言うわ。寝なかったの8時半ぐらい。全然寝れてないよ。パパー寝れないって言ってたよ。うん、何の夢見た。最近なめっちゃ夢見んねんけどな、しかも嫌なちょっとショッキングな夢。ただなすぐ忘れんだ。朝まで覚えてないの。朝は覚えてる。パッて目覚めて、うわまた気持ち悪い夢見たわ、嫌やわって多分もう昼頃には忘れてる。でそれをみんなに、いやこんな夢見てなーってな説明したいねんけどな、もう忘れてるからさ。ママの夢見たんで。ママ髪の毛に虫がいっぱいいる夢で。それいつものことや。なんで何夢見てんの。わるわわるわるやかる見てたよ。何でさ、え、あのバスの運転手がなんか、あーあ、バスの運転手に札がよくされたっていう夢。うん、だってメリーゴーランドに。だからちょっと今日バス怖い。なんてメリーゴーランドに乗った夢。かわいすぎやろ。バスの運転手に殺害予告された、うん、殺害予告してきた犯人がバスジャックするんじゃなくて、バスの運転手自体がもうわかんの、うん、先生に言おうかな。嫌な夢やな。今日夢でバスの運転手に殺害予告されたんです。いやほんまになったらどうしよう。この動画証拠になるわ。予知夢や予知夢。提出したら。うん、提出するわ。何時ぐらい帰ってくるの。3時半。4時からダンスしたの。え、忙しいね。いっそ本刻みのスケジュールやん。しかもさ、タイチダンス行くからさ、ママ送ってもらえない。タイチダンス。え、タイチはその後ダンスな。小春行った後タイチダンスな。あ、そっか。まあまあ、今日はママも忙しい日や。そうや、今日はあれや、二人とも習い事の日や。うん、しかも別々の場所の。うん、ママフル稼働の日。変わるって、うん、車酔いとかするな。なあ、しないやんな。ママするな。めちゃくちゃする。大丈夫。何をせえへんか。ずっと車でゲームしてるか。完成完成。ララクラッシュはイチゴやで。愛妻イベントやな。愛妻違うな。愛妻愛母そうやな。愛母が弁当やな。妻ではないんだ。今日はね、リクエストがどうしてもたらこパスタいつもよりいっぱいでって言われたから、たらこパスタ弁当みたいになってる、はあ、珍しくドタバタせんかったな。全然ドタバタせんかった、うん、珍しい。早く起きたね。さあ、というわけで余裕のよっちゃんで準備ができました。イエーイ。気をつけてな、うん、よく言うけどお家に帰ってくるまでが遠足だよ。そうなの。あれ聞いたことないですか。あれ時代が違うかな。今日マジで遠足終わってすぐにあなたダンスだから、はい、超忙しいよ。超忙しい、うん、頑張って。じゃあとりあえずは楽しんできてください。ママもお弁当作りお疲れ様でした。じゃあみんなで手を振ろう。バイバーイ。バイバーイ。もう一回行くけどね。バイバーイ。行ってらっしゃい。ママはもうお見送りにまた学校行くらしい。バイバーイ。じゃあねー。はい、ということでした。